はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP と今日はリスクですね、この4通貨だけ見ていきたいと思います。今日が2021年の8月の1日日曜日ですね。今が19時26分を回ったところです。今日はですね、この後21時からグロウェズメンバー限定のですね、講義ライブがありますので、グロウェズの方は、ぜひね、ご参加いただければというふうに思います。それからまあ今日4通貨だけなんですけど、その他アルトコインについては講義ライブ後にですね、グロウェズメンバー限定にね、配信していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、ライブの方参加いただければというふうに思います。それではですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい、で今日はですね、まあ、ビットコイン一時ね、もっともっと上がっていたんですけど、一時的に今下がっているというふうな状況となっております。まあ、そんな中でイーサリアム、それからまあその他アルトコインに関してもですね、大きく上昇してきているというふうな状況でして、イーサリアムもね、28万5千まで上がっているという状況です。まあ、ここからですね、どういうふうな展開になるのかというところをですね、見ていきたいなというふうに思っております。まあ、今日4通貨だけなんですけど、その前にちょっとね、注目のニュースというかね、来週の相場環境ですね、見ていきたいなというふうに思うんですが、コインポストさんのニュースですね、三役好転目前のビットコインですけれども、来週も気の抜けない1週間になるかというところがですね、言われております。で、まあ来週最も重要なイベントが、皆さんもご存知の通りですね、イーサリアムのハードフォークによるアップデートですね、ロンドンが日本時間で8月5日に一応予定されているという風な状況となっております。まあ、ここに向けてですね、やはりまあイーサリアムね、まだまだこう上がっていく可能性はあるかなと思うんですが、やっぱりこのアップデート後にですね、事実確定売りが入るかどうかというところがですね、市場の注目ポイントになってくるんじゃないかなという風に思っております。まあ、ここ最近のね、状況を見ると、やはりまあ一時的にはですね、一旦売られるような展開は見られるんじゃないかなと個人的にはですね、思っております。まあ、そのあたりちょっと注意したいところですね。それから雇用統計がありますね。ここは最大の注目ポイントになってくるかなというところでして、まあ今週ですね、開かれました FOMC の中では、その具体的にはですね、今後のテーパリングの、進め方だったりとかっていうところはですね、話が出ていないんですけれども、やはりまあ雇用の状況をですね、しっかり確認したいっていう風なね、意向が出てたりしましたので、特に今週のですね、雇用統計に関しては相当ですね、注目が集まってくるんじゃないかなというふうに考えております。で、雇用統計がですね、8月6日ではあるんですけども、まあ来週の金曜日ですね、金曜日の8月6日ではあるんですけれども、その2日前にですね、 ADP の雇用統計が発表されるということですね。ここである程度今の状況がですね、予想できるような感じになると思いますので、この2日前ですね、8月の4日の ADP の雇用統計にもですね、相当な注目が集まってくるんじゃないかなということで、ちょっとこのあたりはですね、本当に気の抜けない1週間になるんじゃないかなというふうに考えております。ここからですね、相場分析の方ね、見ていきたいと思いますけれども、まずはビットコインですね、冷やしで見ていきたいと思います。今のビットコイン4万1700ドルということで、日本円でいうと457万円のところを推移しております。まあずっとここまでね、上昇してきておりまして、めちゃくちゃ強い動きになっているということですね。もう MACD も気づけばプラス圏で推移しておりますし、 RSI に関してもですね、今70付近ということで、相当ですね、勢いが回復してきたというのはですね、今のチャート形状でまあ分かるところですよね。で、冷やしレベルで見たここのボックスもですね、一応今のところ実体レベルで上抜けてますので、週明けからですね、さらに一段伸ばしてくる可能性も、十分ね、ここは考えられるんじゃないかなと思っています。まあこれだけですね、ずっと連日上昇しているっていう相場は本当にね、直近見たことないんですけれども、まあその中でちょっとね、短期的なところを見ていくと、はい、こんな感じでですね、一応まあここの高値切り下げラインですね、6万5000ドルつけた時から、高値がですね、切り下がっているラインになるんですけど、ここを抜けるかどうかっていう風なところで今推移しているということですね。で、下に関してはここのボックス、ずっと言っていた4万1000ドルですね、ここがかなり、意識されて、下に、まあ行けないように抵抗しているという風な感じです。まあその中で、ずっと揉み合いがね、続きそうな気配があるんですけれども、まあその収束ポイントに関しては8月の3日となっておりますので、まあ来週の火曜日ぐらいにはですね、まあこのまま揉み合っていてもどっちかにですね、大きく抜けてくるような展開になるんじゃないかなと思っています。仮にですね、今この4万1000ドル、このサポートされているこのラインですね、ここサポートされているっていうのはめちゃくちゃでかいところで、やっぱりね、上げていく可能性が高いかなと思っているんですが、例えばこの4万1000をね、一時的に下抜けたとしても、この上昇トレンドラインですね、ここ直近で効いたっていう実績がありますので、まあこれを抜けるまでは全然ね、戦っていけるんじゃないかなと思っています。で、それを抜けた後もまだですね、やっぱり移動平均線すべて上向きになっておりますので、まあ一段ね、例えば3万5000、3万6000というところまで落ちるかもしれませんけど、そこからですね、さらに強く組んでくる可能性もありますので、まあ一旦ここを損切りラインとして設定しておいて、で、これ抜けられたら逃げて、また下から入り直すという風なですね、攻め方で、まだ少しはですね、いけるんじゃないかなというふうに考えております。続きまして、イーサリアムですね、見ていきたいと思います。
けれども、イーサリアムがですね4時間足レベルで、まあ、ずっと言っていたここのですね上昇の平行チャンネルですね、直近でまあここのですね平行チャンネル抽選で抵抗されているっていう風な状況が続いておりました。ただまあ今日のですね値動きの中でここを一段抜けてきたということで、まあここも言っていたポイントですよね、2600まで上昇してきたという風な展開となっております。この中でですねこの2550付近のこの水平線ですね、ここはかなり直近で意識されていたラインになるわけですけど、ここを抜けてきたっていうところはすごくですね、強いところじゃないかなと思っています。まあ今のところですね一時的に下げてきて、まあ2550をここのラインをですねサポートするかどうかっていう風な展開になるかなと思います。まあそうこうしているうちに移動平均線がですねまた上がってきてタッチするような展開になると思いますので、そこからまた一段上がってくるという風な展開が予想されるんじゃないかなと思っています。で例えばこの2550また下抜けたとしても、ここの上昇トレンドラインですね、ここめちゃくちゃ効いていますので、ここでまたサポートされてさらに一段ですね上がってくるという風な展開も予想できるということですね。まあそのあたりも加味したエントリー戦略をですね考えていかないといけないかなという風に思っております。まあイーサリアムに関してはまだね、来週のアップデートまでは強い状況がひとまずですね続くんじゃないかなという風にですね、思っております。まあそうなった場合2600のこのね上昇の平行チャンネルを抜けるんであれば2900とかですかね、このあたりまでは上昇する可能性十分ね考えられるんじゃないかなという風に考えております。で続きまして XRP ですけれども、 XRP はですね、ここの73セントずっと意識されているということを言っていました。まあここに関してはダブルボトムのネックラインとしてもね意識されていたラインになるわけですけれども、ここももう明確にですねもう上抜けていますので、引き続きやっぱり90セントに向けてですね上昇してくるような相場環境になってきたんじゃないかなと思っています。まあ今一時的にですねこう、上昇ウェッジのような形でですね動いているというところもありますので、まあ引き続きこの、若干揉み合いながらも上にですね相場を押し上げているという風な展開となっているわけですね。で移動平均線も今からね上がってくるということですので、やっぱりまあ戻ったところでもね買われて、まあ73セントぐらいがですねやはりサポートラインとして機能してまだまだですね上がっていくような展開になるんじゃないかなというふうに思っております。まあここまでね明確にこう全体的にですね動いたトレンドっていうのはまあ相当なまあことがない限りですねしばらくは続くんじゃないかなというふうに僕は考えております。ただなのでやっぱり短期的な反落っていうのはですね絶対考えておかないといけないんですけど、そこでこうどこで逃げるかっていうところもですね合わせてすごく重要になってくるということですね。最後リスクですけれども、リスクはですね今日の朝のですね午前中の値動きの中で一気に爆上げしました。でずっと言っていたここのですね3ドルのラインですね、はい、ここが、まあ、ネックラインとして機能していたわけですけど、ここを抜けたところからですね一気に爆上げしていたというところで、かなりですね市場の期待が高まっているという風な状況となっております。でちょっとこのポイント日足でですね見ていきたいと思うんですが、日足レベルでですねこの移動平均線を今、一時的に全ての移動平均線抜けました。これはやっぱり他のアルトコインの中ではですね、ない動きになっておりまして、ここの価格を維持できるかどうかというところはすごくね大事なポイントになってくるかなというふうに思っております。で日足のですねあれさえ見ると今ですね77っていう水準まで上がっているんですが、直近のリスクに関してはここの70ですね後半ぐらい77とか78とかで一旦ですね反転するような動きがですね結構見られているんですね。まあもっともっと強い動きになった時は87まで上がったところがですねあるんですけれども、直近まあ半年ぐらいでやっぱり一番意識されているのは78とか、まあ、80手前ぐらいのところですね。今そのあたりまで上がってきておりますので、やっぱり一時的にこう反落というかね抵抗される可能性が出てきたんじゃないかなと思っています。まあ、ここまで上げているのでね、今のところまあ大きな上髭もつけていますけれども、この流れがまあどこまで続くかというところが注目ですよね。でこれが下げてきたところがですねやっぱり一番買われるポイントじゃないかなと思っていまして、まあ、移動平均線の形状を見ても今からですねゴールデンクロスしていくっていう風な形状になっておりますので、例えばこの後ですね 20MA とかにタッチするようなポイントでさらに一段爆上げしてくるという風な展開も予想できるんじゃないかなと思っています。ひとまずこの3ドルを抜けたというところはめちゃくちゃ評価できるポイントですよね。なのでまあ下げてきたとしてもそこで分割しながらロングでですね入っていくことによって、まあ、5ドルとか6ドルぐらいのこのあたりの水準というのはですね、まあ、上がってくるんじゃないかなとは思っています。でリスクに関しては、まあ、ついでにですねお伝えしておくと、ここのですね紫色のラインが歴史的なラインと僕は呼んでいるラインになっておりまして、ここをですね抜けた瞬間から一気にですね相場環境がガラリと変わったっていうのがですねこの2018年とかの相場になってくるわけですね。で今回もですね、直近の爆上げ相場において一時的に抜けたんですけど一気にね戻してきたっていうところで、やっぱりこのあたりの価格帯でからですね、乱高下しやすいっていうのがこのリスクの特徴じゃないかなと思っています。なので5ドルとか6ドルラインですね、こういったところまでは今の状況を見るとですね、まあ上がってくる可能性十分ね高いと思っていますけれども、この後ですね、抜けていく展開はさらにですね一段大きなボラティティとなって上昇していく、もしくは、上下するっていうところがありますので、このあたりはねしっかり、警戒しておかないといけないところかなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね4通貨だけ、まあ重点的にね見ていったわけですけれども、冒頭お伝えしました通り来週の相場に関してはですねまた一段ね本当に注目気が抜
抜けない1週間になってくるかなというふうに思っております。まあ、そのあたりもね、毎日の動画の中でやっぱり状況をですね、逐一アップデートしていきたいと思っておりますので、今後とも見ていただける方は、チャンネル登録していただいて毎日ね見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。